本日はシェイクバック粒、まあ、バックの質に対しての、戦術戦い方を紹介します。ロングサーブをバックに出してからですね、でバック対バックからっていうかバック対バックに結構なると思うんですけれども、その時に無理して自分から回り込んで、相手に振り回されるっていうんじゃなくて、相手がフォアに回すまで待って、それを待ち構えてドーンってフォアに打ち抜くといった戦術になります。